林頃7月9日から1965年1月25日は日本の郷土史や日本画家。徳島市人間文化財指定、本名は林義一。阿波踊りの名付け親であり、徳島最後の水人、徳島の生き地引きとしても知られる。1887年7月9日、徳島県徳島市畑町に生まれ、後に両父母が本家である。 徳島市西大区長の商人宿、岩崎屋の夫婦養子となったことにより岩崎屋に入籍する。1898年3月、徳島市新町小学校を卒業する。1907年、神戸、大阪において演劇、活動写真関係の手伝いをする。また、幼少期に森住環業の校庭である森尾淵に絵画を教わり、郷土研究を吉田東州に教わった。 1910年、眉、山穂勝会の役員として、微山公園の絵画を描く。1917年、芸術写真愛好家たちと共に、徳島ベスト会を創立する。1922年、鳥居隆三が、城山の貝塚を発見した際に、厳重人生活の顔を描く。1927年11月1日から11月7日に、かけて、 光喜び図書館にて展覧会を開く。1930年5月25日に阿波郷土研究会を創立し、同年11月15日に光喜び図書館講読会を創立する。1950年6月、徳島市市団会会員、徳島県文化財保護委員となる。1952年11月3日、徳島県教育委員会から、 教育功労者として、1953年5月3日、徳島県知事から、1955年11月16日、全国社会教育協会から、社会教育功労者として、1960年11月2日、文化財保護委員会から文化財功労者として、表彰される。1964年5月31日から6月3日に、かけて、 丸新百貨店ギャラリーにて作品展を開く。1965年10月20日、徳島市から徳島市人間文化財に指定される。同年11月25日、急性肺炎により死去。去年78歳、小六くらいに除せられる。同年11月27日、下女人長の具税時において、鍵盤葬が行われる。同年12月26日、 君後東随法省が追贈される。1966年6月3日から6月5日にかけて、徳島県立博物館にて、遺作展が開かれる。同年11月25日、徳島市立文化センターにて、林古老を忍ぶ会が開催される。1969年9月23日、愚勢寺に墓碑が建立される。一時期までは、 徳島市内区長の商人宿、岩崎屋の一人息子とされていた。ハット後に愛好クラブに改名し、同任し、愛好が創刊された際に表紙などを描く。ありがとうございます。